策だったわ。まさか選抜戦に参加した時に限ってこんな自分が選ばれるなんて忙しいからないのに。なんだか言葉の割に嬉しそうね。そりゃそうよ、私は魔法使いじゃないのよ。このデウスエクスがちゃんと魔法使いに匹敵するって証明されたの。これまでなかなか検証の機会がなかったけど、ついに、ついにやった。あ、そうだったわね。キサラギさん魔法使いじゃなかったのよね。そこから魔法使いじゃないってところが重要なんじゃない。わかってるわ。でもちゃんと気をつけてね。あなたの体はさすがに私の手にはなるから。それこそわかってるわよ。どうにかやりくりしてるわ。そのうちトランスヒューマンになって、そんな心配もなくしてあげる。トランスヒューマン？例えば私の脳をコンピューター上にコピーしちゃうの。え？それってもしかしてサイボーグってこと？確かにそれだと病気や怪我の心配はなくなるけど。あのね、私今もサイボーグみたいなものなのよ。確かに生命維持装置でもサイボーグになるのかな。でもほら、せっかく綺麗なんだから、できればそのままがいいんじゃない。外見なんか気にしないわよ、出発点が違うんだから。議論しても平行線だわ。もっと建設的な話題の方がいいんじゃない。そうかな。転校生くんも如月さんのこと可愛いと思うでしょ。ほら、え、何も言ってないじゃないのよ。顔見ればわかるでしょ。うんって言ってるよ。だから自分の体は大事にしてね。なんかね、どっちにしろコンピューターに思考を移す技術なんてね。それにデウス X の実験は生身じゃないと意味がないし、まだ当分先よ。電子の頭脳がどうのっていうのは。ん？怪我したら私がすぐに回復してあげる。そこは任せてね。本当に本当にすぐにだよ。分かったって。私たち科研出身者と学園生で知識の差があるのは分かってたけど、まさか大垣峰のことも知らされてないなんて思いもしなかったわ。まあ今はもう結構な数の生徒がクエストで来てるけどね。さすがに本当の大垣峰は別にあるって聞いた時は焦ったわね。その他にも学園生は知らされていないことが多すぎるのよ。今は言っちゃいけないけど、私が何とか共有できるようにするわ。知らない方がいいってことも多いかも。知らなくていいことなんか一つもないわよ。裏世界のことだって知ったからこそ対応を始められたんだし、ゲートのことを知ったから特急危険区域を調べる目的がはっきりした。でも裏世界のことを知った時は嫌だったな。こんなに悲しい世界があるなんて思いもしなかったもの。ショックは一時的でしょ。人間はそんなに弱くないわよ。あんただって怪我した人見てたらわかるでしょ。うん、なんだかんだ言ってみんな乗り切れるものね。だからやっぱり覚悟しておいた方がいいのかもね。これからとんでもないことを知ってしまうかもしれないし。シロのことも立花ウイのことも十分とんでもなかったでしょ。そうだね、考えてみたらもういろんなことを知ってしまってるかも。えな、何急に自分叩いてんの。気合い入れ直したの。私は保健委員でクラス委員長だから、何があっても私だけは最後までしっかりしてなきゃいけないのに。単純なんだから。もうじゃあちょっと見せてね。え、ちょっと何すんのよ。話して。ダメよ、
今まで命に関わるからって遠慮してたけど、あなたの体のことちゃんと知っておかないと。今じゃなくたっていいでしょ。特急危険区域よ、ここ。後でちゃんと診察させてくれるって約束する。どうせ見たってわからないでしょうから、いいわよ。じゃあここで見るわ。わかった。診察してもらうから。そういう意味で言ったんじゃないのよ。わかってる。でも私の仕事だもの。ちょっとくらい強引にでもね。知らなきゃいいことなんてないんだから。余計なこと言ったかしら。